オフタースハイムは、ドイツビュールテンベルク州ラインネッカー郡に属す、マツソン、ハイデルベルク近郊、人口約1万500人の町である。総人口240万人を要する、ラインネッカー大都市圏の一角をなす。766年に、初めて文献上に記録されたオフタースハイムは、何、世紀ものアイダプファルツ選定公領に属した。オフタースハイムは、 ラインネッカー地方のほぼ中央、マンハイムの南約1 5トル、ハイデルベルク中心部の西約1 0トルに位置する。境を接する市町村は、西から北に、シュベツンゲン、北東にプランクシュタット、東に、ハイデルベルク、南東に、ザントハウゼンと雷面の無人の飛び地、南に、ホッケンハイムである。イヒガウ丘陵から流れ下ってきたライムバッハ川が、 超域を東西に貫いている。第二次世界大戦後に、旧ドイツ領の東プロイセンやシレイジア、チェコ領であったズデーテン地方などから放築された、人々が建設した、ハルトバルトジートルング地区がこの自治体に含まれる。ここには、t s v オフタースハイムや SG オフタースハイムの、競技場やクラブハウスがある。オフタースハイムは、オーバーライン地方体内に位置する。 西をプフェルツバルト、東をオーデンバルト、北は遠いながらもタウヌス山地に囲まれ、穏やかな気候の土地である。暑い夏、穏やかでほとんど雪の降らない冬といったものはここでは通常のことである。この街の一部はドイツでも最大級の内陸性砂丘になっており、オフタースハイム砂丘周回路が設けられている。ハルトバルトの森や近郊のオーデンバルト、 プフ,フェルツバルトは良質の保養地となっている。町域は1278ヘクタールで、その19.6%が、市街地、30.4%が農業用、地、49.4%を森林が占めている。ハイデルベルク同様に、フランケン地方北西部に属し、住民構成は、南の高地ドイツ語の内上部ドイツ語に属する南、フランケン語や、 北の中部ドイツ語に属するクーアプファルツ語を境界線として使用するフランケン人が大部分を占める。オフタースハイムはピピンウォーチオの15年、すなわち766年に初めて文献上に記録されている。古くからすでにフランク人の自由地オフタリーが形作られていたと考えられており、村の名前のゴビハイムもこれを示唆している。11世紀に王は シュベツインガーハルトの統治権をシュパヤー司教に与えた。司教は管理運営のために売信一門をここに置いた。建築自重ベルザウは霊園をライン級中泊に売却し、1286年にシュパヤー司教もこれを了承した。これ以後、オフタースハイムはベルザウ家が統治権を有する地域からプファルツ家が直接所有、統治する土地となった。 プファルツ選定校領内では、オフタースハイムは、キルヒハイマー・ゼントに属した。17世紀には、30年戦争とプファルツ、継承戦争によりオフタースハイムは破壊された。1803年に、プファルツ選定校は廃止され、オフタースハイムは、バーデン大公領となり、シュベツンゲン管区に属した。1924年からは、マンハイム管区となり、 この管区は後にマンハイム軍となった。政治的には1871年のドイツ帝国成立からナショナルリベラリズムが主流で、1903年にドイツ社会民主党がこれを上回った。バイマル共和制末期になると投票行動は急進化していった。1930年に KPD が最大政党となった。 1932年からは NSD オッピーが多数を占めるようになり、1933年の帝国議会選挙では50%の票を獲得した。第二次世界大戦後、オフタースハイムは600人以上の法治区民を受け入れ、新たに創設されたバーデンビュールテンベルク州の一員となった。1966年には1200年祭を祝った。 1972年に人口が初めて1万人を超えた。1984年に町の南部を通る連邦道291号線が開通した。教会についてはオフタースハイムは中世にはシュベツ人間教区に属した。16世紀にプファルツ選定校は領内に宗教改革を起こし、その後たびたび宗派の交代が起こった。 1707年のプファルツ選定綱領の宗教分割によりオフタースハイムの支部協会は改革派協会に属すこととなった。1727年から1925年までの住民の宗教分布は2、3がプロテスタント、1、3がカトリックであった。第二次世界大戦後にカトリックの比率は増加し、1967年に その数は40%を超えた。プロテスタント教会は1900年にオフタースハイム独自の教区を持つこととなり、バーデンのプロテスタント教会南部クアプファルツカン区に属すこととなった。また、1945年に独立した教区となったカトリック教会はフライブルク大使教区のビースロッホ主席主催区に属している。 シュベツインガーハルトとその周辺の開墾地は、1803年から、バーデンの直接支配下に置かれていた。1810年にカール・ルート・ビヒ・ゼー、ゼーカー、タールフェルト、ブリューラー・ハルト、ゼント・マイヤース・ハルト、ブレセン・ハルト及びクルツェ・ハルトの統治権と、土地大帳の管理は、これらのザクミ実りのほとんどがオフタースハイムの住民であるという理由により、 オフタースハイムに移譲された。1891年にオフタースハイムはこれらの地域を最終的に併合しようと試みたが失敗に終わった。これらの地域は1896年に近さに応じてシュベツンゲン、ケッチュ、ホッケンハイムに分割された。1920年にオフタースハイムはシュベツンゲンに合併されることになり、将議会も 住民委員会もこれを可決した。しかしこの合併は、種別人間の住民委員会の反対姿勢により、頓挫した。ブルーフハウゼナー地区の分割により1952年に、オフタースハイムは58ヘクタールを合併した。さらに、ハイデルベルクのキルヒハイム区に属していた18ヘクタールが異常された。1931年に、 近隣市町村に属していたシュベツインガーハルト地区が活上された。これによりオフタースハイムは536ヘクタールの広さとなった。1970年代のバーデンビュルテンベルク州の市町村再編により、シュベツインゲン、ブリュール、ケッチュ、オフタースハイム、プランクシュタットの大合併が計画された。この計画が廃案となると、今度は、 オフタースハイムとプランクシュタットをシュベチンゲンに併合する計画が持ち上がった。しかし、結局、オフタースハイムは独立した自治体としての地位を守り通した。オフタースハイムの町役場議会は5年ごとの直接選挙で選出される22人の議員からなる。これに首長が議長として加わる。 ドイツキリスト教民主同盟のイエンス・ガイスが2014年から主張を務めている。主張は8年ごとの選挙で選出される。第二次世界大戦後の主張を列記する。図柄、上下に分割。上部は水平に配された青と銀のひし形。下部は銀字に這う、緑の蛇。この紋章はの図柄は1670年に遡り、1900年に、 バーデンのゲネラルランツアルヒーフに認可された。菱し形はプファルツ剪定校であったビッテルスバッハ家の紋章に由来する。蛇は古い教会標石にも見られるオフタースハイムのシンボルである。旗は緑から白で1959年にバーデンビュルテンベルク州内務省の認可を得た。この町の近郊には 文化的な見どころや催しがある。毎年音楽祭が開催される、シュベツインゲン城、ハイデルベルク城と、旧市街、数多くのスポーツイベントや文化行事が開催される、マインハイムの新しい施設 SAP アレーナ、ホッケンハイムリンクなどである。オフタースハイムでは、他の旧プファルツ選定工業の地域と同じく、クアプファルツ方言が話されている。この方言は現在は、 オフダー社方言と呼ばれている。ただし、住民の移動などによりこの方言の使用は世代を追うごとに少なくなっている。オフタースハイム砂丘、ザントハウゼン砂丘は、南ドイツで最も素晴らしい光景の一つであると、共に最も貴重な植生を持つ、内陸砂丘である。ここには、南ドイツで最も大きな内陸砂丘ばかりでなく、珍しくて、 絶滅の危機に瀕している動植物が残る、バーデンビュールテンベルク州最後の土地でもある。オフタースハイムとザントハウゼンの間の砂丘の大部分は2007年11月からヨーロッパの自然保護地域ネットワークナツーラ2007の FFH 地域に指定されている。ローカルアジェンダ21オフタースハイムは、オフタースハイム砂丘周回路という砂丘の学習路を設けている。 オフタースハイム駅この町は、ラインタール鉄道や、アウトバーン A5、A6 号線のインターチェンジにより、地域内外に交通が通じている。近郊交通は、マインハイム、ハイデルベルク、シュパヤー、ホッケンハイム、バルドルフ、カールスルーエ方面に通じている。オフタースハイムは、ラインネッカー交通連盟のサービス提供エリアに、含まれている。これらの交通機関により、 この町は、経済的密集地域マンハイム、ルートビヒスハーフェンアムライン、ハイデルベルク、シュベツィンゲン、バルドルフなどの職場に通勤することができる、住宅地となっている。また、ハイデルベルク、マンハイム、カールスルーへといった、大学長までもわずかな童貞である。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版に挙げられている文献であり、 日本語版作成に最初直接参照してはおりません。ありがとうございます。